はい、僕も、もののけ姫の音楽流す人に当たったことありますね。張り詰めた弓の震える鶴よっていうことでね。ぶっこみ。はい、5番さんから時計回りで転向お願いします。5番です。よろしくお願いします。たすきに行ってきます。はい、1番です。2番さん、どうぞ。はい、楽しくやっていきましょう。3番間さにん、合どうぞ。ったー。危ねえ。うん。剣豪の一人、あれ、信楽弔だ。よろしく頼むぞ、皆の衆。それでは、4番どうぞ。先祖の霊が取り付いてるな、3番。はい。間もなく、よし、村人。スタートです。昨夜は誰も死にませんでした。はい、占い師使用します。セオリー通り7番さんあって、白でした。はい、僕ももののけ姫の音楽流す人に当たったことありますね。しかもその人結局神占いだったんですよね。狼が占い乗っ取ってたんですけど、結局なぜか勝てたっていう意味のわからない試合がありましたね。張り詰めた弓の震える鶴よっていうことでね。こんにちは。ありがとうございます。ということで、6番さん、占い師を把握しました。7番さん、白だしということでね。で、結構ね、ちょっと疑問に思ったのが一つあるんですけども、7番さんが、6番さん、白出ししてくれたにもかかわらず、あんまり触れてなかったんですよね。ちょっとね、黒く見えちゃいました。6番さん、7番さんが、一気にね。で、まあ、8番さんはなんか、ちょっと何っていうか聞こえないんだけども、ハンター仕様なんですけども、釣られそうになったら仕様してもいいかなと思いますよ。はい、ということで、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師使用します。3番さん隣で占いました。白でした。そうですね。まあ、グレーコソとするなら、1番さんが、歌っていて、まあ、余裕があるのかなと思いました。ってことで、まあ、白置きするなら1番さんかなと思っております。はい、以上です。3番ん？のプレイヤーは発言してください。よーヒーローども、俺が爆豪が好きだ。ってことで、まあ、今、占い師、6が7に白だし、と2番が何番にし、何番か忘れたけど、ちょっと、迷わせてると思うが、占い師が2人いたってことは、どっちか黒ってことですよ、これ。目とかまた聞いて、考えたいと思うぞ。ブルースウルトラ、あと村人。それでも4番に回すぞ。頼むぞ。4番。ただごまかしてるだけだろ、お前、それ。やばいだろ。はい、そうですね。自分的には、まあ、891が今、グレーなんですけど、喋った中で。は？その中あ、でそっ言うか。と、まあ、あ、そっ一か。番が、なんか、占い師とその片白に触れてたんですけど、狼だったら、なんか、一周目から、そんな、なんか、なんだろう。なんか、異常ですよね。なんか、何がだよ。占い師と片白に触れないで、普通8級の方に触れた方が、なんか村で置かれやすいと思うんですけど、なんか逆に1番さんそれでちょっと村寄りなのかなって思っちゃいましたね。で、8、なん、ど9っ番ちさんだよ。は別どっにちだよ。なんか無難なこと なんだよ。をおっしゃってたんで、なんまだだよ、グレーこかれなは。と思ってます。以上です。5番のプレイ何言っヤーはてんの、4発番。言してください。はい、おはようございます。6番さん、2番さん、占い師用、占い先も把握です。そうだな。とりあえず印象的に7番さんは怖い。なんか、科目釣りって言ってたのが、まさに私のことじゃん。なかなか喋りながら内容がない。まさに私ですね。で、8番、9番さんは、まあそうだな。まあ普通っていうか、まあまあ、今後の流れ、まあ太鼓が出るか出ないかとか、まあそういう感じだったのでしょうがないと8思い番にまもす。触れ1た番から。さんはまあ7番さんの片白もらってるのに何も触れてないっていう、触れたところがまあ村目に見えました。あ、私のラピト陣営です。
で、4番さんはそれに触れていたので、私も、村よりかな。まあ、2周目ちょっとまた聞きたいと思います。気になったのは、まあ、テンプレなんですけど、9番さんの発言、これから、占い師出てくると思いますっていうのを、まあ、まあ、テンプレ的には、叩いておきたいかなっていうぐらいですね。うん。1番さんが言う7番が、6に対して触れなかったってどう、何を触れるんですかね、一体。それをお聞きしたいですね。7番のプレイヤーは発言してください。はい、うん。ここまで、ほぼほぼ色落ちてないんですけど、まあ、8番さんは順番的にまあ一旦置いといて、9番さんはグレー考察するって言いつつ、8番さんには一切触れませんでしたね。9番さん目線は8番さんに触れられたはずです。で、1番さんは、9番がいるのに6、7に言及する意味がわかりませんね。1周目から占いに言及するとか、特に持ってのほかだと思いますよ。狼の髪先が、狼が髪通りやすくなっちゃうんでね。うん。で、3番さんはまあ、片白なんですけど、実質意見がありませんでした。で、4番さんも白目上げてたけど、黒目上げてくださいね。5番さんも同様です。そういう意味で全員黒いんですけど、まあ、まず4番さん、5番さんがその位置で黒目上げないっていうのは、論外だから、4番さん、5番さんの方を釣り位置としては押してかなと思ってます。が、1番さん、9番さんの方が黒要素で言うと多いかなと思ってますので、2周目の発言聞いて決めたいと思います。今日4番さん、5番さんから行く予定です。以上です。自分は6番さんが真かなと思ってます。は2番さんなんか構図を落とさずになんか1番さんを歌っているから白浮きするってわけのわからないこと言ったんで、うん、もうちょっと本当の占い師なら伸ばしてほしいなっていうのが本音でした。で、自分8番さんと同類にしないでほしいっていうのが正直なところですね。うん、8番さんよりは少なくとも考察伸ばしてたって思いましたよ、自分で言うのもなんですけど。とりあえず今回1、5、8番さん、接続のままだったら8番さん村リーダーに釣ろうと思います。ですね、8番さんがいなくなったってことで、まあグレーランをねしようかなと思ってたんですけど、いなくなっちゃったんで、これもういきなりぶっこんでいいと思ってるんですよね。で、ライン的にはもう6、7のラインがすごいできてる。で、僕7番さんに対して言ったのに6番さんがすごい突っかかってくるんですよね。これ かなりね強靭のあれありますよ。うん、あれね。うん。で、7番さんも結局触れてないし、何なんか、どうにかのとか意味不明な、なんか、多分これもう人狼なんですよ、7番さん。で、もう一人人狼誰って言ったら多分9ですね。もう、確実になんか考察伸ばそうとする、もう、無駄にない人狼だと思います、全員ぶん殴ってて。で、考察伸びないっていうのは、一周目なんでしょうがないとは思うんですけど、村の人だったら。で、これ本当に7、9あるんで、僕、1日目からもう7番ぶっ込みたいと思います。これ多分人狼だと思いますよ、これ。うん、以上。2番。ぶっ込み。なんかこれ5番さん、あれですよね、なんか、これ騎士の服着てるんですけど、これ役職透けてますよね、これ。大丈夫ですか。はい、以上です。狩人これ。狩人これ。どうしたの急に。あ、声がダメだ。バグオカズに戻るよ。まあ、4番さんは、まあ、とにかく何言っとるかわからん、ということで。1と3がおかしいのかな。で、2番が強靭なのかな。お前、ふざけんな、お前の方がおかしいだろ。はい、ふざけんな、お前。5番。白目だかな、とか言って。発言してください。変なこと言ってんじゃねえよ、はい、お前。1、白っぽいですね、とか言って、2日目。7番さんが怖い。なんだこれ。そして、8番に、なんだかんだ言いながら、あんまり触れてない。ただ、生き生きと、とても、淡々と喋ってるので、なんとなく、ムラ目かなと。ただ、怖いなって。あと、9番さんは、そうですね、喋ってるようで、色があんまり、でも、ムラ目かな。私は逆に1番さん、ムラ目に見えてるんですけど、4号やば。私は接続切りの、まあ、狼だったら噛んでこないから怖くはないと思うんですけど、私、ムラだとしても、発言が、考察が聞けないので、8釣りでいいと思うんですけど、そうかな、3番さんちょっとよくわかんないかな。で、今、占いじゃなくてグレランなので、占いについては今回触れません。で、そうだな。うん。3さんの言ってることは私は、ある程度理解できてます。
で、そうだな、私は1番さん逆に、4番さん。1番さん。黒いって言ってましたよね。村目。そうだな、7番さんが敵だったら怖い。で、9番さんもちょっとグレーなので、私、ちょっと今悩んでるので、できれば私は8番に入れます。投票を始めてください。お前ダメだろもう。お前ダメ。課金して悪人ではありません。課金してるし。話まとめるのが下手です。のプレイヤーが選ばれました。昨夜死んだのは。自分ちょっともう結構もう黒い木完全に見えてきたんですけど。ガルト。昨日1番さん投票してるってからもう4番さん除外でいいと思います。で、1番さん完全黒だと思います。いや2番さんも自分信用してないんで。いや、あ、そうなの、どっちも一緒だ。はい、白角、はい、白角、どっちも1なんだ、ごめんなさい。おい、山じゃん、お前、おい、完全に1位、もう完全に狼として見てたんで、これ考察させてたからもう全く、もうこれ全部破綻しちゃった、どうしよう。あと3番便乗考察多すぎだと思います。だから3番自分目線グレーなんで、でも4番わかんねえ、これ4番除外したいな自分目線。1番のプレイ、はい、ということで、9番さんの、考えていた、まあ考えていた思考がね、まあ破綻してしまい、パニック症候群ってことで、無駄にべちゃ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 喋ってましたけども、4番さんの言ってることっていうのはね、意味わかんないんですよ。1日目僕のこと白で見たり、2日目黒で見たり、あなたはね、ちょっとね、無駄にない4番さん。まあ、9番さんもそうなんですけどもね。まあ、一番怪しいのは4番さん。で、次に怪しいのは3番さん。で、次に怪しいのは9番さんっていう形になってるんですけども、なんか役があれば CEO しちゃってもいいかなと思いますよ、今。はい、ハンターとか狩人。それでだいぶ絞れると思うんで、そこで攻めましょうよ。はい、以上です。どうしよう。だから、釣り位置と上げるとしたら、ドゥルルルルン、4番。2番のプレイヤーは発言してください。はい、まず1番さんを占った理由なんですけど、まあ昨日7番さんに投票するって言ってのネタかと思ったら、普通に5番さんに投票しててちょっと意味わかんなかったんで、1番さんに占いをしたら白が出ました。そして6番さんも白だしってことで、1番さん各白ですね。はい、おめでとうございますってことで、まあ、グレーから黒目はぁ、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 私が来たということで、オールマイトが来たぞ。お前ら喜ぶがいいということで、まあ、9番さん確かにパニックってて黒に見えるね。で、4番さんもまあ、いろいろと黒に見えちゃうけど、まあ、微妙的に意味わかんないこと言ってるかわかんない。で、ちょっと9と1がね、グレランにちょっと見えてきたりもするね。は、ちょっとなんか協力してたり見えるんで、白角だ、まあ、そんな感じに見えちゃうかなと 思っていて、まあ、でも、確かに9がちょっと今日はパニックってたんで、9釣っていこうかなと思ってます。はい。ね、ん？パニックな。そう、1番目の白角だけど、強靭の可能性もあるかもしれないから、怪しく思っちゃうんだけど、まあでも今回9釣っていこうかなと思っています。ないだろう。で、私はまあ、もちろん白角もらってる1番さんは、もうこの前の日からもう村目に見えてました。発言聞いてて村目に見えてなかった人います？私、村目なんですけど。こいつ。で、3番さんが、なんだっけな。なんか、言ったんだよな。いや、ここで強靭、1番が強靭の恐れもあるしっていうことは考えなくていいのかなと思うんですよね。まあ、1番さんは、そうですね。なので、私は、占いロラで、まあ、6番さんの発言を聞いて、まあ、2番か6番に入れます。どっちかに。のプレイヤーは発言してください。はい、1,2,3 が4番さんを攻めてたんですけど、4番さんがやったのは、1番が、7番を、釣る、かっくろだから釣るって、言ってたことにおかしいって言っただけで、何もおかしくなくないです。で、5番さんはなぜ1番さんが白に見えていたのかを、
説明してほしいけど、でも、なんか、一周目、がむしゃらにめっちゃ1を押してたんで、なんかラインやるかなと思ってたんですけど、1番さん、あの、白出たんで、あの、5番さんもめっちゃ白くなるんですよ。あの、5番さん黒だったら、わざわざ、あの、敵陣営、まあ、村陣営に、すり寄りする必要ないんですよね。だから5番さん白だと思ってます。なので、4級、すごいまともなんですけど、4級に、人狼いると思います。今日は2番さんに投票お願い。投票を始めてください。6を信じよう。ありえん。ほらじゃないべ。6を信じていいと思う。知らんけど。2番のプレイヤーが選ばれ、3番だな。朝が来ました。昨夜死んだのは、え、9番、1番。はい、ということで、ここで PP 起きてないってことは、大丈夫ですね。はい、6番さん3黒だよねですよね。もうね、まあ、昨日の投票でですね、2と3が一緒に入れてると。6進と見て3番を今日は釣って終わりかなと思ってます。で、結構ね、ふざけて考察落としてないですよね、3番さんね。何言ってるかわかんないし。まあ、4番さんも何言ってるかわかんないし。うん、5番さんは何言ってるかわかんないけど、言いたいことはわかると。ということで、3番さん釣って終わりたいと思います。よろしく。あ、テックとか言うな。ちょっと1番の発言が、おかしいと思う。まあ、確かに2、3でグレって見えてもおかしくないんですけども、でも僕はもう、その、占い師が2人出ちゃってるから、ちょっと怪しいんですよね。うん。あ、ベストさん3000円あります。一応入れていこうと思う。じゃあ、なんでいく。お前はもう、へし折れてな。じゃあの。みんな何言ってるかわからない。発言してください。ありがとうございます。はい、6番さん強靭になったらこれ3番さんに黒出しっていやでも2番が白出してるからできるのか、まあ、できるんですけど、まあ、6番ほぼほぼ死んだと思ってます僕は。で、はい、3番さんつって自分終わらないような気がするんですよね。8番さんでこれ人狼連れてるような気がしなくて、なんか1日目に昨日グレーだった3番、5番、9番、みんな1日目8番に入れてるんですよね。なんで、自分は、なんとなくですけど、まだ2ウルフ残ってるような気がします。そうすると1番隠し色なので、自分目線では3番と5番になるんですけど、6番さんがどうしても5番さん白って言ってるんで、自分ちょっとやばいのかなって思ってます。はい。3番さんつって終わってほしいんですけど、終わんなかったらこれ5番さん相方なんで、6番さんお願いしますね。3番さん黒。で、私も2番さんが、強靭で、6番さんが真なのかなと思って、その占い結果、まあ、黒出ししてるので、そうだな、3番釣り、占いローラ完遂しないで、黒釣りですよね。で、私の1位村目、白角でしょ？で、4番さんが、なんだっけな、なんか言いたい、あ、違う。まあ、4番さん、そう、あ、2浪残ってる。2浪残ってても、釣っても終わらなかったらってことですか。勝てるでしょ。4と5どっちか、占って終わりだもん。どっちかってなるってことですね。勝ちだよ、もう村は。了解しました。まあ、今日3番釣って終わるといいです。はい。いや、勝ってるから。のプレイヤーは、あ、でも6が噛まれるか、今日。まあ4番さんが言いたかったことは、なんか終わらなさそうだから、まあなんで終わらないと思うんだろうってちょっと思うんですけど。ヤギ太郎さんに言われて。終わらない可能性ももちろんありますよね。ありますよ、あります。まあ、その場合やっぱり5番さん黒だったとしたら、1番さんに、強烈な、なんだろう、1番さん擁護しないと思うんですよ、ね。4番うまいな、これ。今回、発言が一番まともだったのは4番さんでした。これは保証します、僕が。うん。ただ、黒の可能性、高いんで、うん、3つって終わらなかったら4釣りですね。5番さんは本当に白だと思ってます。はい。今日は3番釣りよろしくお願いします。いやー、うん。終わらないと思ってるところもちょっと黒いんだよな。なんか分かってるみたいな。終わらないことは分かってるみたいな。そう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 。予想してたんだよな、4番が。で、もし終わんなかったら、5をお願いみたいな、言ってたから、怪しいよ、マジで、これ。
いや怪しいよマジ、どうしよう。初見さんどうも。やばいな。これさ、保証とかいらねえんだよな。3番のプレイヤーが選ばれました。また言うぞ、なんか3番。お前3番のプレイヤーは発言してください。伊豆くんごめんね、伊豆くんごめんね。釣られちゃったよ。釣られても知らないと思うけど、まあ変な言葉ばっかさしてるから。でもこれで終わらないってことは、ワンチャン怪しいよ本当に。4番ちょっとね。でもね、僕本当に村人だから、もう釣っても終わらないってことは絶対にいるんだよどっかに。うん、わかんないけど、まあ、村人は。やばい、どうしよう、ね、どうしよう。で俺が、ね、俺じゃあ、まあ、ね、みんな教えてね、バイバイ。どっちが嘘ついてっかな。どっちが4番っぽいなぁ。なんか初日から変なことずっと言ってる。で、5番がずっと信用を消してくれてんだよな。いやぁ、無理だなぁ。いやぁ、6噛まれるでしょ、間違いなく。ここ俺噛んできたらもう勝ち。うん。ね、どうする、どうする。いや、6が偽ならもう負けてんだけども。どうする、5か4。どっちが怪しいと思う。まあ1位俺が噛まれたらもうかわいそうだよね。朝が来ました、うん、ワンチャン PP 説ある。昨夜死んだのに。いや、来たよ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 、ほら。はい、ってことで6番さん真でしたね。これね、4か5になってきましたよ。これどっちが人狼なのかなって話なんですよ。まあ6番さんもう占ってどっちが白かどっちが黒か分かっちゃってるんで、あー、そっちはダメこっちはダメとは言ってると思うんですけど、僕的にね、6番さんの発言をね結構信じたいと思ってるんですよ。昨日4番さんが怪しいっつって、で、なんかそのね、3番さんで釣って終わらなかったら、ちょっと5番さんっていう予知をしてた4番さん、黒です。あなたが人狼です。もう1日目からね、あなたはね、もう、僕のことをね、白だ黒だ、ね。僕は村人なんですよ。命あるんですよ。4番さん。私はあなたが村人でも、あなたに入れる。もうこれは決まっている。わかったか。やばいよ。4番。プレイヤーは発言してください。自分村人なんですけど、じゃあどれだけ説得しても無理ってことですか。無理ですね。そうですね。1日目から1番さんをなんか白と言ったり黒と言ってしまったことは申し訳ないと思ってます。で、そうですね。自分と3番さんのラインがあるかどうかっていうことをちょっと1番さんには考えてほしくて。初日から3番ってなんかプレイ1で全然釣られる可能性のあった僕のことを意味がわかんないってずっと1周目も2周目も言ってたんですよ。特に理由もなしに。でも3番さんと5番さんって全然ライン切れてなくて、で、そうですね、ここへ6番さん噛んだっていうのも、6番が昨日僕を釣るって言ってたんで、これ僕が噛んだようになんか見せるためのなんか5番さんの作戦だと思うんですよ。で、1番さんに本当に信じてほしい。勝ちたかったら本当に5番さんに入れてください。はい、よろしくお願いします。いやだよ、信じましょう。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私、まあさっきも言った通り6番さん新目で見てるので、6番さんが昨日、まあ、4番さんが黒いかなって言ってた通り、まあ一番さんは私、なんかまあ、本当に理由がなくて申し訳ないんですけど、村目発言に、みんな一番さんをつついてるのに、私は村目に見えてたので、まあ白角もらってるので、もう4番さんに入れます。あと、そうだな、3、4ラインは本当に見えて、3番さんってなんかライン、誰とも見えてなかったんですよね。なので、どうすんだよ！特に3番さんはからのラインは、どうすんの ?3、4も見えない、3、5も見えない、3、1も見えないと思うんですよ。まあ、まあ、本番に入れまーす。投票を始めてください。どうすんだよ！どうすんの？どうすんの？放棄。
4番のプレイヤーは発言してください。よかった、もう一回喋らせてもらえるんですね。そうですね、5番さんが今 3番ってどことも LINE がなかったって言ってたんですけど、それはおかしいですよね。僕初日からどっちだよ、もっと4か5コメントバッてして、みんなどっち、どっち、あれ6番と2番でつけれるなって言ったけど、やっぱり僕は6番が真だと思いますって言わないですよね。僕目線、そしたら2番3番に白を出してる2番さんが強人に見えるんで、4か52番さんの芯下げる必要ないですね。数字かも、だったら数字かも、みんなみんなかも。でそこで4と3のラインがないって言ってるのはおかしいですよ5番さん。はい、もう一回聞けない。4と3のラインはがっつり切れてると思います。はい、5番さんもう諦めてください。一番さん本当に勝ちたいんだったら5番さんに入れてください。僕これだけ説明して負けるの本当に嫌です。5番のプレイヤーは発言してください。すいません、4番さんの言ってることがもうその最初の日からふわふわ、男の人のくせにふわふわしてて4が多いな、4が多いな、分からなくて4が多いな。まあ今 LINE のはどうでもいいんですよね。どうでもいいったらおかしいんですけど最初のシュートかなんてみんなグレー考察なので、特に LINE とかは、まあ私は4番さんしかないんで4番さんに入れます。まあ1番さんにあとは任せます。なんか、今さら4と9がどうのこうのって言われても私もう記憶にないかもしれない。投票を始めてください。どちらに。おいおい、戻んない。私はああオブで何かの間違いです。4番のプレイヤー、どうなの、選ばれました。どうなの、負けたの。ゲーム終了、人狼の勝ちです。